完璧には投げれないですから、そうですよね、こういうところをあの助かったと思うんじゃなくて今のでいいんだってピッチャーが逆にマウンドで思えばいいように物事を考えられるんですけどね。その気持ちの持ちようですか、はい、今のは逆球で絶対投げちゃいかんって思ったら次の球に今度影響してきますから、これ森友哉がレガースをつけている右足なんですが相当痛がっています自打球なんですけど当たりどころがちょっとあんま良くなかったですかね、ちょっと心配ですね。ご覧いただきましょう、踏み出した右足です。そのレガースのあたり、まあ、上ですね、膝ですね、レガースではありませんでした、右膝です。ちょっと当たったこっちから力抜けるところだと思うんで、当たりどころによってはちょっときついと思いますね、これ痛みがね。しかも左バッターの大事なその右膝です。筋肉だったらまだいいんですけども、膝あたりのこう皿あたりに当たってるので、よっぽど痛かったですよ。これは心配ですね、これはちょっと心配ですね。直接当たってましたね、今見たらちょっと歩けませんね、これね、歩けませんね。トレーナーとすると川田コーチですか。これだけ振りが速いんでね、打球も非常に速くなりますから 宮地さんですね、おんぶされてこれからベンチに戻ります。歩けない状態で今ダッグアウトに戻ってこれから治療するということで、ゲームがしばらく中断になりそうです。ちょっと心配ですねこれね、本当にね、森くんちょっといなかったら困りますからね。そうなんです。しかも、はい、橋本さん、森友哉は本当に上がってきてますから、上がってきてるんですよね、状態がね、この自打球です。膝の上ですかね、さらに行ってますよこれはね。そうじゃなかったらここまで痛がらないと思いますので、はいはい、大事な大事な左バッターの右膝、ちょっとゲームが中断ということになっています。さて、その間に今日は解説橋本武宏さんで、お届けしているわけなんですが、さあ、もう一人、ルーキーの高橋光成投手のことをちょっとお話ししたいと思うんですが、はい、まあもちろんその、運も実力のうちとは言いますが、はい、非常にまた楽しみになってきましたね、高橋コーナー。いや、いいピッチャーだと思いますよ。いいピッチャーですね、はい、やはり2戦目で勝てるというのは何かを持ってるでしょうから、はい、まあ、多分次はロッテの3戦目ぐらいですか、はい、行くと思いますし。そうですよね、はい、徐々にイニングを伸ばしていければね、はい、最終的には完投できるピッチャーになってくれればだと思いますね、はい。現在西武プリンスドーム、森友哉選手は自打球を当てて治療中のためゲームは中断しています。そして今、代打が出てき、大崎が出てきましたね。森に代わりまして大崎優太郎、大崎優太郎選手が出てまいりました。どうやら今日はこれでベンチに森友哉は下がるということになりました。